事件です。今回は ABS の印刷に挑戦していきます。この動画を撮り始めてから、あ、すぐにでも動画投稿をしないといけないなと思ったので動画化しています。ぜひ最後までご覧ください。この ABS 樹脂は E さんというメーカーのもので、オレンジ色が1500円とかなり安価になっていたので購入したものです。一応概要欄にリンクを貼っておきますが、これからレビューもしていくので買うのは少しお待ちください。 ABS という樹脂の説明もした方がいいのかもしれませんが、この動画を開いてくれてる方の大半はご存知かと思います。なので樹脂の説明はまた別の動画を作る予定です。ここでは自分の購入した E さんのフィラメントでの印刷について語っていきます。まずはじめに印刷すべきなのは、なんといっても 3D ベンチですよね。もはや親の顔よりもよく見た光景だと思います。設定はこんな感じ。 ABS なので PLA よりも全体的に温度を上げたっていう感じですね。設定のあれこれに関しては動画概要欄から飛んでください。動画の右上に表示させるやつもできたらやっておきます。現時点ではやり方を知りません。さて、ごちゃごちゃ話しているわけですが、一つ目の船は大破していました。スカスカの造形になっていて、これはこれでありだなぁとは思いましたが、失敗は失敗です。これ原因がよく分かってなかったんですが、フローを下げすぎていました。なんでこれ50とかいう意味わからん数値にしているかなんですが、自分はなぜかこのフローを風の量だと誤認していました。 ABS は急激に温度が低くなるとやばいから下げておこうとか考えていました。なんでや。フィラメントの流出量が正しい認識です。そもそも設定にクーリングがあるのになぜかそっちを見ていました。バカです。というわけで2つ目の船はフローを増やしておきました。 100% にしても良かったかもしれませんね。というか、なんなら今までの印刷物がなんか強度弱いなと感じていたのは、これを 75% にしていたことが原因な気がしてきました。悲しいです。で、他に変更した点ですが、まだ少し寒い時期に録画しているので気温が低いことも関係しているかなと考え、ノズル温度をがっつりめに上げておきました。糸引きが激しくなったりするかもしれませんが、物は試し当たってブレイクです。印刷中です。ベッドの温度が高すぎるせいか、プラットフォームシートが剥がれてしまっていたので手で直したりしつつ印刷が終わりました。いや、シートのくっつき弱っ。印刷品質ですが、下から半分ほどがごちゃってなってると思いますが、これは 3D プリンター側での設定がなぜか押し出し 120% になっていたことが原因です。上半分はそれに気づいて 100% に戻したので問題ない程度に綺麗にできています。まあ設定の比較にもなっていいんじゃないですかね。で、この印刷物が悲劇をもたらしました。ビルドシートが破れてしまいました。2つ目の印刷ということもあって Z オフセットを怠っていたのでビルドシートを削っていたようです。定着が強すぎて外す時にちぎれてしまった。まあそんな感じです。まあシートが熱で剥がれたりとかしていたので、それも原因の一つだと思います。で、穴が開いた状態でもまあ使えないこともないんですが、ど真ん中に開いてしまって気分が悪いので外しておきました。で、この状態でも印刷できるかなと思ったんですが、傷がついただけに終わってしまいました。悲しいです。まあ数週間ほど前にガラスのビルドプレートをアリエクスプレスで頼んでおいているので、届くまで新しい印刷はやめておきます。ごめんなさい。あと一応替えのシートも買っておきました。まあ2週間後ぐらいには届くと思います。で、話は戻りまして、このフィラメントに関して一つ気になる点がありました。印刷中ノズルの部分からパチパチと弾けるような音がするんです。こんな音ですね。PLA の場合なのですが、フィラメントがノズルでパチパチという現象はフィラメントが吸湿している可能性が考えられます。なのでこの ABS もそうなのかもしれません。造形はうまくいっているので確信が持てないんですよね。もしかすると自分が知らないだけで ABS の特性なのかもしれないと思ったり、梱包はしっかりしていた気がするんですが、どうなんでしょう。個人的に ABS は PLA をヒートベッドで乾燥させるための印刷物を作りたかったので買っただけなので、それさえ作れれば満足なのですが、もし吸湿しているものが1500円で売られていただけの場合、いくら安くても正直あまり買わない方がいいかなと思います。そしてこれがこの動画を早めに作りたかったと冒頭で述べた理由です。自分は概要欄におすすめのフィラメントの URL などを記載しているわけですが、その中にはこの ABS も含まれています。
1500円という破格の安さだったので記載していたわけですが、救出がガチであればおすすめするわけにもいきません。自分のものだけが特殊で救出していた可能性もありますが、それでも保存がしっかりしていないかもしれないものをおすすめはできません。レビューは正直に自分の主義です。なのでこの動画の概要欄には一応貼っておきますが、以前の動画の概要欄からは削除しておこうと思います。さて今回の動画は以上になります。3日に1度のハイペースで最近は投稿していますが、最低限1週間に1回の動画をと考えていますので、ペースはいつか落ちるかもしれません。次回の動画ではよくわからなかったり失敗したりでボツになった 3D プリントネタをまとめていこうかなと思います。お楽しみに。